はい、神奈川県人権啓発センターです。たまに報道関係の方から言われるのはですね、童話についてね、どういうふうに取り上げたらいいのかわからないと、どう報じていいのかわからない。まあメディアってね、正義の味方じゃないんでね、まあそれはメディアに限らず一般企業なんかもそうなんだけども、まあ本気でそんな差別をなくそうとかね、考えてないですよ、もうぶっちゃけると。結局人権啓発って言ってもね、一番の目的っていうのは、まあ厄介な団体とかね、まあ厄介な個人とかそういうところから叩かれないようにするにはどうすればいいかっていうことですから。はっきり言って差別解消とかそんなもん考えてないですよ、ほとんどの人は。でまあそれを踏まえてですね、今回の啓発動画でですね、報道関係者向けに動画についてはどう報道していけばいいのか、でここでまあ最低限のこととして7つ事柄を挙げてます。まず最初ね、やっぱメディア関係者の人でそもそも童話ってよくわからないっていう人が多いんですよ。だからまず前提知識を持ちましょう。もうこれ何度も出てますよね、もうこの本をね、もう読むに限ります。これをこうカバンとかに、ね、入れて、ね、常時持っていくだけです、ね、だけで、まあこの人は一応勉強してるんだなというふうに見られるので、これは一応持っときましょう、で読んどきましょう。すごいですね。次にですね、これ童話に限らないんですけども、偏向報道はしないっていうのはやっぱ大事だと思うんですね。まあ先ほど言った通り、メディアって別にね、正義の味方でもないんですけども、ただそのメディアに正義が何かって言ったらね、メディアにとって正義は何かって言ったら、やっぱちゃんと事実を報道することですよね。であと大事な事実を隠さないこと、あとね、まあ、これも偏向報道だと思うんですけど、なんかね、悪意を持ってるというか、まあ、悪意なのか善意なのか分からんけど、とにかくなんかね、変なね、偏った思想を持ってる人、例えばあの沖縄タイムズとかね、あの神奈川新聞のに有名な記者いますよね。なんか取材って言うんじゃなくて、なんかね、自分の気に入らないことがあると取材と称して、なんかこの、いや、やめるつもりはないんですかとか、なんかそういう感じのことを言う人がいるんですけども、まあそれは自分なんか正義のつもりやってるかもしれないけど、そもそもメディアって正義の味方じゃないですからね。そういうことをしていいことになる試しがないと思うんですよ。じゃあ自分の信念でそういうことをやって、じゃあ後でね、じゃあ前提事実が変わったらどうなるのとかね、はしごを外されたらどうなるのっていうことがあって、そうした時に引っ込みがつかなくなってしまう。そうするとね、朝日新聞のあのイアンプの報道で有名な人みたいになっちゃうんで、だからメディアの方はその辺は気をつけた方がいいと思います。ちゃんとそのメディアというものを王道に沿ってちゃんと事実を報じると、で重要なことを隠さないと、それが一番大事だと思います。でこの7項目全部大事なんですけども、多分ねこの3番目が一番大事だと思います。小林健二に相談しない、まあ小林健二知らない人は別にいいと思います。ただね、もしねメディア関係者で小林健二に相談している人がいるんだったら、絶対やめた方がいいと思います。あの小林健二っていう人はもう解放同盟の人らからもう陰口叩かれてますから、もうあいつらがそのね、なんかもう在京のメディアを支配してるような気になって、なんかうさんくさいことをやってると。でそれで解放出版社にいるときにね、金銭トラブルを起こして、もう中央本部からはもう完全に、縁ガチョされてますから、この人は。だから小林健二に相談しても、結局この人が得するだけで何の得にもならないんで、もしあのメディア関係者で小林健二に相談してるっていう人がいたら、もうやめた方がいいと思います。あと同和団体をと約束をしないと、なんか合意とか約束のようなものを取り交わさないと。でここでいう同和団体というのはもう解放同盟に限らないです。気をつけていただきたいのは、同和団体というのはどの団体にしても別にブラ組の代表でも何でもないんですよ。だからそこでなんか同意して合意したりね、約束したりしたって、そんなことに何の意味もないんで。でまあ同和団体がね、なんか報道に対して話し合いなんかを求めてきたら、もう無視していいと思います。それこそもう総会やなんかと同じような扱いで、もう入り口で警備員がブロックですよ。もうそんなことでいいんで。だから相手を論破してやろうとかね、相談して交渉しようったって、生病法じゃまず無理ですしね。であっちでも同和が絡むと、なんか
白いものも黒くなるし黒いものも白くなるような世界なんで、そこでなんか合意をしたりとかね、なんかその道理を通すっていうことが僕何の意味もないと思うんです。だから同和団体となんか約束したりっていうことはやめた方がいいでしょう。あと公的機関、例えば法務局とかね、市役所とかね、こんなもん信用しちゃダメですね。だってエセ童話っていう言葉がありますけど、エセ童話の被害者の筆頭ってやっぱ公的機関、役所とかそういうことですから、それはもう法務局なんかを認めてるでしょ。それはじゃあエセ童話の被害にね遭いまくってるそんな役所なんかに相談しても意味ないということになりますよね。例えば、まあ、今自転車で報じてる和歌山県の問題、あれなんかもう完成エセ童話じゃないですか。和歌山県が思いっきしエセ童話の餌食になってるし、で業者さんをああやって引き合わせてね、それで自分らがそのエセ童話の片棒を担いでたわけじゃないですか。もう役所がエセ童話でしょあんなの。じゃあそれで公的機関なんて信用できるわけないでしょ。それは国の機関だってそうです、法務局とか。ということで、このこともしっかり押さえておいてください。あと弁護士にも期待しちゃダメです、死のつく職業っていうのはやっぱ童話に弱いんですね。で、まあ、ただ弁護士に相談したりっていうのは全く意味がないとは言いません。ただそこでね、童話とか部落とかね、そういう言葉を出した時点でもうこの人は思考停止してしまうんで、とりあえずそのあくまで一般的な案件ということで相談してみてください。まあそこで童話って出して態度が変わったらもうそれ以降は無視してしまっていいです。あくまでその童話とは関係も一般的な案件として相談して法律的な見地を得るっていうところでは役に立つと思います。だからその辺はよく気をつけた方がいいと思います。で最後に、何事ももう自分で考えるっていうことですね。ちょっと一旦頭からね、この童話とか部落っていうのを取り払ってですね、まあ普通にね、一般常識として考えてこれどうなのっていうふうにちょっと立ち止まって考えてみてほしいんですよ、このことをね。そうすると、ちょっとこれおかしいよなと思うことはやっぱ童話が絡んだからっておかしいものはおかしいんですよ。だから、まあ、知識を持って自分で考えるということを、大切にしていただければと思います。ということで今日の啓発動画でした。